今回の建物はですね、京都府の北部に伊根湾というところがあるんですけれども、その伊根湾に面してですね、400軒くらい船屋が建ってるんですね。でこれは、住田圏に指定されている地域で、素晴らしいところなんですけれども、その一つをですね、空き家になっていた船屋、これを宿泊施設に用途変更すると、改修して用途変更する、そういったプロジェクトです。で、4キロくらいの範囲だと思うんですけれども、そこに少なくとも田圏に指定されているものだけで400軒の船屋、それから母屋もあるんですけれども、そういったものが並んでいる、その圧倒的なスケールのですね、建物、そしてその背後の山で、手前の湾、それから島とかがあるんですけれども、それが作り出す全体の風景なんですよね。景観じゃなくて風景、その人間がコントロールできないレベルのものを作り出している。それを壊しちゃいけないっていう責任感から僕は、このプロジェクトに力を注ぐことになったということになります。やっぱり建築っていうのは、その今に限定しなくてですね、人を感動させる、心を動かすということは基本的に、建築に可能なことなんじゃないかと思ってますね。で、そういう意味では僕は何て言うんですかね、新しい建築みたいなものに関してちょっと距離を置いてまして、それを僕自身こう諦めの観念と書いて定観様式って、半分冗談半分本気で考えてます。今回の出展作品はベルギーのビエンナーレ会場に、期間限定で作ったカフェについてなんですが、カフェでは食事と飲み物と一緒に香りを作って4種類 の場所をイメージした香りを提供しました。でそれで食事と香りと飲み物を一緒に来場者の人が味わって想像上の旅を表現したものだったんです。今回の大阪の会場でもこの会場はそのエキスポと比べてはもうちょっと落ち着いてるんですけれども、そこでもインスタレーションを通じて、来場者がその私たちのインスタレーションの空間をから何かそれぞれ感じ取ってもらえるような、展示を考えています。私もヨハネスもあまりその建築を見にどこかに行ったりということはあまりしてなくて、偶然どこかに行った時に出会った建築だったり街だったり、あとは書籍とか雑誌ですね、そこの中から見たものが印象に残ってます。で書籍で言うと、なんだっけ、アダムの家っていう、ジョセフ、私はまだ読んだことあるんですけど、彼の本でアダムの家と、あとウンベルト・エコーのセレンディピティという本と、で私が一番気になっている本は、宮崎玲子さんの世界の台所博物館という本 でこの3冊すべて、何かのこう起源について書かれていて、建築であったり言語であったり、あとは生活の中の火と水ということについて書かれてあって、で自分たちで作品作るときに何が一番原始的な形なのかなっていうのを考えるときによく参考にしてます。その人と建築の対話っていうのは、やっぱり私たちが活動、設計の活動を続けていく中で、ずっとずっとこう問いかけていくことだなと思っていて、プロジェクトのたびに考えて、プロジェクトのたびに違う対話の形があると思うので、そうですね、このまま今までやってきたようにずっと調査、本を読んだり、そういった調査を続けて、いろいろプロジェクトを通してチャレンジしていきたい。
今回のプロジェクトは東貝塚の納屋というプロジェクトで、浜松の隣の磐田市 の、 あの郊外にある、母屋と離れがある一つの敷地の中に二つの建物がある離れの部分の改修計画で、構成としては2階建ての離れなんですけれども、2階部分をメインの居住スペースにして1階部分をまあ開放的に物と一緒に暮らすというか、物がはみ出てくるような空間にしてあげて、生活の基盤になるようなもので1階があって、最低限 の、 暮らしというかっていうのが2階に内包されているというような、リノベーションのプロジェクトですね。基本的には浜松の市街地の中心部で比較的小規模な内装だったりリノベーションだったりっていうプロジェクトが多かったんですけれども、今 の、 プロジェクトっていうのは市外のものですとか県外のもので、規模も少しずついわゆる建築に近づいていってるような感覚があるんで、まあ、それをなるべく建築に近づけたい、少しでも近づきたいなというところと、あとは同時にその浜松で、もうやらないというわけではなくって、その小規模な市街地で の、 プロジェクトも、まあ、クライアントワークなんで分からないですけれども、あくまでもまあ建築を考える拠点として浜松を捉えてはいるので、その2つのベクトルがうまく展開して混ざっていくと面白いのかなと思ってます。建築物が立ち現れるまでにこうどういう試行錯誤があるのかっていう、なんかそこで出てくるドローイングっていうのすごい興味があって、でよく書くんですけど、それがなんかこう完成した建築物をこう発表するためのツールということではなく、こういう風景ができるよっていうものではなくって、なんかもうちょっとこう試行錯誤の過程にそのドローイングの登場によって、例えば建築がどう変わったのかとか、なぜそれがそういう風になんだろうな書かれたかとか、なんかそういうことをなんかある意味自分たちの設計活動の振り返りも含めて展示したいなということを思っていて、これだけこの作品だけとかっていうことではなくって、なんかその後にもいろいろこうつながっていくテーマだと思うので、ぜひ意見がいただければと思います。なんだかその都市空間ってことへのアクセスをどうできるんだろうっていうことを考えながらやってるんですけど、都市空間ってやっぱりこう建築との境界がないというか、ここまでが、例えばここも、ここまでが建築でここまでが都市だよっていうような境目があんまりないような気がするので、なんか一つの建築小さくても考えながら、同時にこれはこう体験する人、経験、都市の経験としてどう新しいのかとか、そういうことをこう多分プロジェクトを通じて考えていきたいなと思ってます。都内のすごく狭小の敷地に建てている、賃貸の集合住宅になります。まずはその小さい敷地でいかにこう建築を成立させるかっていうことが、まあ、そもそも難しいプロジェクトではあるんですが、まあ、こうペンシルビルが持っているその細高いっていう空間の魅力を、今まではまあ高密
今年を高密に使っていくということだけに使っていたと思うんですけれども、そもそも細高さが持つ場の質っていうのはあるはずで、そういう場の質にどうやって人が集まって暮らせるかっていうことに挑戦したいと思って、まあ、進めているプロジェクトです。可能であると思いたいというところもあるんですが、まあやっぱり人々を勇気づけたりとか、まあこういう暮らし方が豊かであるということだったりとか、まあその何か未来を予言するようなことっていうのは建築に可能であってほしいなと思います。建築の設計は続けていたいなと思いますし、何かこう挑戦し続けている建築家でありたいなというふうにも思います。でもまあ、私の人生の中で建築家である部分っていうのはやっぱり人パートであって、まあ私個人としてはもっとより大きな人間でありたいとも思うので、まあ建築をやりつつも、まあ、人間として大きな人になりたいというふうに思います。空間と人の心理の関係みたいなものに普段からすごく興味を持っていて、なので今回の展示も例えばどれか一つのプロジェクトを取り上げて内容を説明的に一から順に追って見せるというよりは、いくつかのプロジェクトの断片を取り出して、でその断片の中に隠れている僕らの建築的な興味の根幹みたいなものを、そのいくつかを同時に見ることでなんとなくでも来場者の方と共有できたらなと思っていて、そういう展示ができればいいなというふうに今は考えています。モロッコのどこかの町のどこかのちっちゃな広場に行った時の風景なんですけど、その最初はまあ傘の下にそれぞれ人がいるんですけど、日がどんどん傾くにつれて、あの風呂敷と椅子を移動させてそれぞれの人が自分の傘の下から徐々に離れていくんですね。でそれが最終的には日が落ちる前になると、もう全然自分の傘とは関係ないような場所にそれぞれ座っていて、でその風景っていうのが、そのまあ、どこにでもある普通の傘、風呂敷、椅子を使って、でもそれがその、まあ、ある特殊な、シチュエーション、特殊なコンテクストと出会った時に今まで見たことがないような独特の風景が生まれているっていうのが、なんかその建築を人が設計した、特別に設計したとかっていうんでもなくても、そういうある種すごく建築的な空間、瞬間っていうのが生まれるんだなっていうのが、僕の中での建築の意味だったり可能性っていうのをこう押し広げてくれた体験だったかなというふうに思って、今も心に残ってます。これまで4年弱ベルギーを拠点に仕事をやってきていて、でそっちの方である程度仕事が、まあ、公共建築をやれるようになったりって軌道に乗ってきているのもあって、半年前に僕が日本に戻ってきてるんですけど、でこれからはまた3年4年かけて、まずは日本でも今までベルギーでやってきたのと同じようなステップを踏んで、着実に仕事ができる環境を作っていきたいと思っています。実は建築が主役ではない、まあ、実はというか本来そうなのかもしれないんですが、
やっぱりそこに今やっているのは複合の商業施設なんですけれども、飲食店が入ったり事務所が入ったり、やっぱりその入居される方たちが主役なので、私の建築は、料理で例えるとですね、だしなんです。だし汁、だしを取っただけで、あとはもう自由に使ってくださいという形で、ただ建築はベースとなるものなので、そのだしの味が消えるまではいかないかなと思っているので、一番狙っていることはそのいかにいいだしを取るか、まあ、でもこう力強いどっしりとした脇役でありたいなと思ってデザインをしています。必ず私のルールで新しい技術を使うということを、心がけているんですけども、まあ、そういう新しい技術を使うことで現代にこう関係し続けるというか、現代の建築として世に出すということを必ず心がけています。なのであんまり大それたことがやれるとは思ってなくて、少しずつ前に進める。でもまあ昔の同じものを作っていては前に進めないので、まあ、それが一個人としてできる今可能なことかなと思ってます。これからのチャレンジとしては、やはり光を扱えるようになりたいと、物ばっかりデザインというか、物ばっかりに興味があったのが今までなんですけれども、これからは光も扱って空間が作っていけるようにしたいなと思ってます。僕らも今やってるベルギーの仕事とかは大体コンペで撮ったやつで、それが日本ではあんまりないって聞くので、うんうん、日本でどうやって仕事を取ってくるんだろうなっていうのが、いきなりその夢物語のコンペに行く覚悟がないっていうとあれなんですけど、リアリティがあんまり正直ないかなと思ってます。極めてなんていうかこう原始的ななんていうんですかね、物々交換じゃないけど本当に徒歩圏で仕事をこう発生させていくっていうことが、だんだんちょっとそれがこうなんていうんですかね、広域に広がっていくみたいなのが、ほとんどその一箇所から広がっていくってなった時に、あるなんか建築の設計なんだけれども同時に地区計画的なことだったりとか、そういう広域でちょっとずつこう改変できていくような可能性があるんじゃないかなっていうことにこう可能性を感じていて、僕はもう歴史圏の佐賀でその土地を先史時代から全部調べるんですけど、で歴史の文脈にちゃんと乗っかる、でも真似するんじゃなくてっていうことを心がけて仕事をしていて、でそれが結果としてなんか次の仕事につながってるなと。そうですね、次のがあるっていうのがないので、うん、常に毎回のプロジェクトがラストのプロジェクトみたいな形でやっているので、うんうん、まあ、行き当たりばったりと思われるかもしれないんですけど、うんうん、まあ、そういう状態です、ね、あまり強すぎるアイデンティティを持っていると成長の妨げにもなるし、うん、でも成長そうね、わかります40とかなった時にそれに縛られちゃう、はいはい、自分で作ったアイデンティティに縛られちゃう、はいはい、でもアイデンティティ持たないと個人としてやっていけないから、そのバランスをみんなどうやって取ろうとしてるのか。それは面白いですね。僕らは割とそういう意味では、まあ、例えば本当に廃材しか使わないとか、ハーマースから出れないっていうことになっちゃうので、まあ、その手法が前景化することはやっぱり本末転倒だから、まあ、話半分で聞いとこうっていうか、自分たちのアイデンティティっていうのはすごく意識してるかっていうと全然そういうことはなくて、うん、まあ、そういうふうに言われてるなっていうのは意識せざるを得ないみたいなところですか。考えてこう議論していることだったりとか、そこでなんかこう決めきらなさみたいなのがむしろ私たちのアイデンティティなのかなってことを、僕らとしてはそんなにそのなんか日本人らしさとかベルギー人らしさみたいなの考えてないし、その辺はちょっとヨハネスたちに似てるかもしれないですけど、それぞれの文化みたいなの当然あるけど、でもその違いよりもその違いを超えたその根本にあるなんか共通しているものみたいのを見つけた時って、見つけられた気がした時ってすごく興奮するし、アイデンティティってのは当然人に見られる自分という部分がありますので、まあ、それが多分展覧会っていうものに、出展してみようとか何を期待しているかってことも関わると思いますので、
はい、今年の U35 の展覧会も本当にさまざまな表現が建築をめぐって会場でなされていたと思います。建築と一言に言ってもこれはいろんな捉え方があって、その周りの環境との関係とか、その中での居心地とか、あるいはその建物そのものが持つ物体としての存在感ですとか、そういうどこを切り口にして、その建築を捉えているのか、でその捉えた上でその何を大事にして新しい建築作りに生かしているのか、そういうところがすごくその7人の出展者それぞれが多様です。結構海外で勉強されたり、あるいは事務所で仕事されたり、あるいはパートナーの方が日本以外の国籍の方だったり、あるいは日本国内でも自分の生まれ育った地域と別の地域でグループで活動していたり、そういうさまざまなルートで建築家になっていく。これも本当に9年前に U35 始まった時にはそこまでは行ってなかったよね。だから9年間の間に建築界の状況っていうのもこう変わっていて、よりグローバルに、より多様に多彩になっています。ですから今日はそういうふうな最先端の建築の考え方、そして作り方、そして建築を作る人たちのチームワークというものがこの会場に満ちていたというのが今年の U35 の一番特徴ではないかと私も思います。